たいつかな。ほらもうみんな終わっちゃったぞ。あ、なんか初めて通った。ほい、よく行った。野菜大好き。今日はよく晴れた気持ちのいい日です。のんちゃんはおじいちゃんの家へ急いでいます。なぜ急ぐのかって、それはおじいちゃんにのんちゃんの大好きなカレーを作ってもらうんです。のんちゃんは歩きながら、誰か一緒におじいちゃん家へ行きませんかって言いました。すると僕も連れてってと声がします。玉ねぎさん、玉ねぎ、あなたは誰？僕ですよ、のんちゃんの大好きな僕ですよ。さてこの葉っぱの下の声は誰でしょう？じゃがいも、じゃがいも。みんなわかるかな？じゃがいも。はい、じゃがいもです。僕たちもおじいちゃん家へ連れてって。葉っぱの下から出てきたのはじゃがいもでした。じゃがいも、玉ねぎ、人参、ピーマン、みんな仲良く手をつないでおじいちゃん家へ行こう。おじいちゃん家へ行ってのんちゃんの大好きなカレーを作ってもらおう。おしまい。ありがとう。はい、あっちあっち。はい、OK です。